Thank you.
てお前ら、話し合いもいいがよ。確かにそうだね。僕らは早く電波塔に。早くミュウを見つけねえと。だからさ、落ち着けってば。いちいち暴れんな。まったく手のつけられん乱暴。まったくだよ。でどう、カイトを信じるか、この人を信じ、この人が正しい。私、正直に言えば電波塔への道を知ってるなら教えてもらいたいわよね。そうだね。信じる信じないは別として、僕らには今道案内があるならいいじゃない。迷ったら大変だ。でもアグモンたちは。僕、生き方は知らないよ。え、そうなのか。すまん、これも言いそびれていた。俺たちは。じゃあだったらなおさらいいじゃん。道案内してもらおうよ。そうよね。ま、ちょっと待てよ。こいつの話を信じるのか。こいつはミュウをさらった。ですから、それは誤解です。ああ、また話が戻っちゃった。タクマ、いい加減決めようぜ。でもミュウを探すぜ。あば、あ、こら。よし、説得して連れ戻してくれ。に、君まで。そんな勝手な。僕とアグモンがいなくても電波塔には行けるでしょ。でもカイトの説得は時間がかかるかも。だから先に調査とかしておいてくれると。オッケー、まか、僕たちも行く。ハル、わかった、絶対行こう。アグモン、よう、ま、やあ、なんだ。なんだじゃないよ。まったく、勝手に一人で行動して。お前だって勝手に俺についてき。いや、せっかく再会できた仲間を。そうかよ。おまけ。ああ、一緒に行動してるみゆきとハルだよ。よろしく。よろしく。ま、なん、勝手についてきたんだから足手まといになるんじゃねえぞ。
ほう。ここも。これ、ロッ決まった時間ごとに自動で動いているんです。もう少ししたら。え、電気が通ってる。電気じゃなくて自動で動く。え、そんなの、あんな高いところから落ちたら、落ちるの。あ、ここ他に人は。いいえ、誰もいませんでした。それがな、いえ、ちょっとちょっと葵さん、まだこの人の話は本当だって分かったじゃん。そう、ほら寮を見てみなって。あらなあ、信じてやろうよ。あんだけカイトに疑われても俺。皆さん、私ロープウェイ乗るの初めてだな。遊びじゃないんだ。危機感が足りないぞ。まあまあ修二さん、目的地はすぐそこだし、ちょっとくらいいいじゃん。しかしだね。しないといけないわ。いや、なんかわかんないけど感謝なんていいっすよ。あの生意気な子は逃がしちゃったけど、代わりに来てくれるなんて、ね、それも一度にこんなにたくさん。どうしちゃったの。わ大丈夫、後になるけどあの子も捕まえてきてあげるから。何を言っているんです。まあでもあなたたちはここで終わりなんだけどね。あ、いたた、みんな大丈夫？何があったんだ。頭ぶつけちゃった。大きな怪我をしてる者はいない。ねえ、何か変じゃない？ゴンドラが止まってる？あれ？ねえ、あの人がいない。え、マジで？
リョウ。は？うわクモ？また何あれ何あれ妖怪妖怪クモ女なんて大きさ あの女の人は鈍いねいや私の化粧がうまかったのかしらね知らない人を信用しちゃいけないよこわ私はアルケニモン別に覚えてくれなくてもいいわよだってさあこの箱ごと生贄にしてやろうかねどうしよう修二さんどうするだから僕は探索なんて嫌だったんだママが違うあれはママじゃない やっぱりどうしたの？お姉ちゃん。お、どうしたんだ？何見てるの？あれはゴンドラ。途中で止まってるな。みんながあそこで捕まっちゃったみたい。おいおい、それってつまりあの女の仕業か？やっぱり化け物だったかだからあれほど言ってやったのにみんなどうなっちゃうんだろう急いで助けに向かおうああ行こうああの化け物女ぶっ潰してやる行くぞドラクモンはよお前たちのせいでこの世界がおかしくなったのよ。お前たち人間の子供を生贄にすれば、世界の崩壊は止まる。あの帽子をかぶった女の子供を、その代わりに、お前らを生贄に。これが、あの人なのか。だ、タクマ、気合い入れろ。こいつを倒して、ジェロ、アクモ。
番だな。強くなる約束だ。おいらの番だね。おいらの番だね。
対に勝つんだ。ディアトリボン行こう。
俺が行く。俺が行く。俺がついてるぞ。よし、私だな。たっぷりいたぶってあげる。僕の番だね。よし、私だな。たっぷりいたぶってあげる。僕の番だね。おっと、俺の番だな。よし、私だな。たっぷりいたぶってあげる。僕の番だね。ちょっと休ませろって。ここは俺が行く。悔しいわね。本調子じゃなかったとはいえ。本調子じゃない。あれだけ手強かったのに。こいつ手を違うわよ。祭壇の支度も整っていたの。生贄を捧げる役目は。さっきから何わけのわからないことを言ってるんだ。
だからこいつ、このどうやら少し痛い目を見なきゃわからないよ。よしましょうよ、そんな乱暴なこと。教える気がないんじゃなくて、おい気をつけろかい。こいつが話を長引かせてる時は間違いなく何ご名答。それじゃあ私は帰らせてもらうわ。何、くそ、また逃げられた、あの野郎。仕方ないよ、あいつが最初。実際逃げられたもんな。どうなんだろうな。ただとにかくまずは当初の予定通り。助けを求める声だった。助けを求めてんなら助けてやろうぜ。待ちたまえ、どんな相手かもわからないんだぞ。